お元気ですか？ボクシムでございます。今回は BBM2024 ベースボールカードファーストバージョンの開封動画でございます。で、前にね、過去にも、1回上げていますのでね、2回目でございます。で、今回はね、ちょっとパターンを変えてやっていきたいと思います。こちらはですね、ワンパック10枚入りで、ワンボックス20パック入りでございますのでね、いつもだったらですね、前編後編10パックずつやっていきたいところなんですが、今回はですね、5パックずつやっていきたいなと思っております。つまりね、4回に分けて、やっていきたいと思います。まずはですね、パート1、5袋やっていきたいと思います。それでは早速開封していきたいと思います。それではパート1の、5袋開封していきたいと思います。まずはですね、1袋目でございます。クロスカードでございます。東北楽天の浅村秀人、内野手でございます。で、中日ドラゴンズの、アリエル・マルチネス投手でございます。あ、失礼しました。ライデル・マルチネス投手でございました。失礼いたしました。で、阪神タイガースの森下翔太、外野手でございます。千葉ロッテマリーンズの西野雄二投手でございます。広島東洋カープのマット・レイノルズ内野手でございます。で、埼玉西武ライオンズの高橋光成投手のクロスカードでございます。で、クロスカードね、もう一枚あります。読売ジャイアンツの岡本和真内野手でございます。で、広島東洋カープの中田悠斗内野手でございます。楽天の、東北楽天の辰巳良介内野手でございます。失礼しました。外野手でございます。で、キラでございます。福岡ソフトバンクホークスの前田優吾投手でございます。2袋目でございます。横浜 DeNA ベイターズの伊勢ひろむ投手でございます。横浜 DeNA ベイスターズの渡来優樹外野手のこれキラでございます。ヤクルトスワローズの木澤直文投手でございます。横浜 DeNA ベイスターズの森唯斗投手でございます。こちらでございます。北海道日本ハムのフランミル・レイエス外野手でございます。北海道日本ハムの、宮崎和樹外野手でございます。で、千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希投手のクロスカードでございます。で、広島東洋カープの、高太一投手でございます。東北楽天の村林一樹内野手でございます。千葉ロッテマリーンズの友杉敦樹内野手でございます。
3袋目でございます。広島東洋カープの、大瀬良大地投手でございます。千葉ロッテマリーンズの、グレゴリー・ポランコ外野手でございます。読売ジャイアンツの、これはカイル・ケラー投手でございます。で、東北楽天の岸孝之投手の、クロスカードでございます。東京ヤクルトの、田口和人投手でございます。はい、こちらでございます。で、東北楽天の則本貴弘投手のこちらキラーでございます。で、横浜 DeNA の桑原正幸外野手のこれは白サインでございます。オリックスの、紅林幸太郎内野手でございます。千葉ロッテの大谷光投手でございます。東京ヤクルトの鈴木京捕手でございます。4袋目でございます。ソフトバンクの牧原大成内野手でございます。で、広島カープの常廣隼人投手のカードでございます。ちょっとね、ビデオカメラがちょっと映ってしまいましたが、ご了承ください。で、千葉ロッテの木村優斗投手のキラーでございます。埼玉西武ライオンズの古賀優斗捕手でございます。で、広島東洋カープのこれはチェックリストでございます。北海道日本ハムのパトリック・マーフィー投手でございます。横浜 DeNA ベイスターズの森原康平投手でございます。中日ドラゴンズの羽生翔太投手でございます。大野雄大投手中日ドラゴンズでございます。阪神タイガースの青柳晃洋投手でございます。で、最後の5袋目でございます。北海道日本ハムの加藤貴之投手でございます。阪神タイガースの岩貞祐太投手でございます。で、オリックスの河内晃輔投手のこれキラでございます。読売ジャイアンツの赤星雄二投手でございます。で、クロスカードでございます。中日ドラゴンズの高橋宏斗投手のクロスカードでございます。で、同じくクロスカードでございます。オリックスバファローズの山下俊平太投手でございます。ソフトバンクの
で、こちらがですね、栗原良也内野手でございます。で、東北楽天の渡辺翔太投手でございます。中日ドラゴンズの加藤優馬投手でございます。で、最後はですね、これジャポイズムでしょうかね、限定バージョンでございます。読売ジャイアンツの戸郷翔征投手のこちらでございますね。ちょっとこう見ればわかりますでしょうかね。はい、これが、限定でございます。こちらがですね、50周でございます。はい、以上で、BBM2024 ベースボールカードファーストバージョンの開封動画、パート1の5袋終わりたいと思います。で、後日パート2の5袋やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。